飛べ TVCM メイキングの舞台裏とコミュニティの熱狂。ナンバー、イのファンたちに贈る、トゥーヒーローズ、から飛べファーストスーパーライブ。3月17日、日曜日、ずっと瞬きしないで欲しいという言葉が、まるで魔法のようにファンたちの心をつかみました。それは、待ち望んだ瞬間が迫っているからこその熱い期待と興奮。今回の、 トゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブは単なるライブではなくコミュニティ全体の心を一つにする特別な出来事となるでしょう。平野志洋さんの言葉に込められた一瞬も見逃したくないという熱い気持ちはファンたちの共感を呼び起こしています。これは単なるライブ鑑賞ではなくトベというコミュニティに参加すること、彼のステージで一体感を分かち合う瞬間こそがファン同士の結びつきを深める特別な意図となるでしょう。 そんな中、ファン同士のやりとりや期待感が綴られたコメント欄から、トベの魅力が一際浮かび上がります。例えば、毎日楽しみ最後は滝沢社長のメイキングも見た、イナーというコメントは、トベファミリーの一員であることを実感させます。滝沢社長のメイキングが待ち遠しいという期待は、単なるイベントの観覧を超えて、トベの裏側に興味を抱くファンたちの熱意を表しています。そして、ライブの楽しみ方にも個性が光ります。 紫輝くん、岸くんしんくん、コメントありがとうございます。配信組ですが会場組に負けないくらいモニターの前で盛り上がるつもりというコメントは、オンラインで参加するファンたちも、会場で熱狂するファンたちと同じくらいのエネルギーで楽しむ様子がうかがえます。とべは、物理的な距離を超えてつながり、共感し合う場でもあるのです。一方で、テレビ CM メイキング、ナンバー、 愛についてのコメントは番組の裏側に興味津々なファンたちを表しています。これは単なる番組視聴ではなく制作人や出演者とのつながりを感じることができる貴重な瞬間。トベファミリーは自身の存在を超えて番組やイベントに参加するすべての関係者と一体となります。また、ライブに対する期待や興奮は言葉だけでなく表現手段も豊かです。ポップコーンのように弾けたり、 炎のように熱く燃え上がったり、夜のドライブのようにしっとりした気持ち血にもなるんかなといったコメントは、トべのライブが単なる感傷だけでなく、感動と共有の場であることを象徴しています。ファンたちは、自らの期待や無双を表現することで、トべの舞台に一層の愛情を注いでいます。ここには、トべファミリーが紡ぐストーリーがあります。それは、 単なるイベントの参加ではなく、自身の熱い思いや夢を飛べの舞台に投影し、共有する喜び。このライブが、ファンたちの熱い期待に応え、トベコミュニティの結束を一層強化してくれることでしょう。3月17日、トベのスーパーライブに心と魂を委ね、新たな冒険へと旅立ちましょう。